ああ、おいしい。おいしいよね。おいしい、ね、夏にはいいんじゃないですか、うん、マジで爽やかですね、うん、こんにちは、ベリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はレモンのティラミスを作りたいと思います。おー、ティラミスといえばまたこれ宣伝ですね。言わないでそうなんだけど言わないで。だいたいほらなんかさ、レモンのティラミスでさ、ひとしきり話した後、いやいや気づいてるから、ね、こちょっと忍ばせてこれ何っていう。置いてあるから。あ、置いてあるから。バレちゃった。目立っちゃってます。ほんと、レモンのティラミスは、はい、今日ねここで作りました、はい、で国産レモンもそろそろシーズン終わりです。ああ、そうなんだ、うん、ここで終わってちょっと夏は明けて次は秋以降になるから。あ、そうそうそう、ね、でもレモンって夏のイメージにあるのに ね、 ね、国産レモンはもうこれでそろそろシーズン終わり。あ、そうなんだ、はい、なのでここのタイミングでレモンのティラミス作っておいて、うん、王道のティラミスはご注文いただければ美味しいティラミスをお届けしますと。だまあ買うまでもないなってものはここで作ってもらえる。そうですそうです。ティラミスの動画も上げてるからね。ね、そのうちレモンのティラミスも商品化されるかもしれない。その時はその時で買ってください。そうね、プロのものとね、やっぱり自分で作ったもので、はい、やっぱさすがそこは違う。そう、あのやっぱ使う材料も違うので、そうだね、やっぱりもう家庭用にできるだけ揃えられるものでね、用意してますから。なるほど、ね、まあ、ティラミスが売ってるってことはここでできればいいか、はい、いやもういいかな。愛媛県の岩木島レモンですね。青いレモンの島って呼ばれてる岩木島のレモンです。そしてこちら卵ね、マスカルポーネね、そしてグラニュー糖と、今日はビスケットマリーをご用意しましたけど、いい、はい、マリーじゃないビスケットでももちろん大丈夫です。マリーはどこでも売ってるでしょ。マリーはね、ほぼどこでも売ってる、ね、で、そして、ラム酒ね、今日もちょっとお酒を効かせめで作りたいと思うんですけど、まあお子さん召し上がるとかお酒苦手な方は抜いていただいて結構です。通常のね、ティラミスは最初にエスプレッソ入れます。でもレモンのティラミスなんで今日はコーヒー使いません。で、半分は、絞ります。半分は輪切りにしておきましょうね、飾り付け用です。なんで半分まず輪切りにしますね。できるだけ薄めのね、スライスにして。すげえ切れる。あ、そう、全然違う。あ、そう、あれだけで、ね、全然違う。昨日ゴーヤが切れない切れない。いや、手入れしろっつんじゃねえか。全然違う。あなたの商売道具ですよ。そう、そうだね。これでサッとやっただけでもこんな切れんだもんね。 OK、 じゃあ半分はね取っておきましょうね、これね。で、レモンは搾り汁ね、こうフォークで搾ります。はい、イタリア版ですね。スクイザーがあったけど避けました、はい、これがまた搾れんですよね、こうやってギューって。ないもん、スクイザーなんて。確かにスクイザーがありそうでないよね。い、家にはね、ありそうがまず間違ってる。あ、ないかな。なさそうでないよ。そっかそっか。よし、しっかり搾れたね。それではレモンのシロップ作っていきますね。お水、これ 100cc ね。グラニュー糖ね、うんうん、はい、先ほど絞ったレモン汁ね入れますね、はい、これで火にかけます。一番下がそのシロップになるってこと。そう、本来はコーヒーにつけるでしょ。でコーヒーの代わりがそれってこと。これです、これですね。はい、よろしいですか。もうこれね、お砂糖が溶ければもうおしまいです。あ、なるほど、ね、これレモンシロップ出来上がりね。結構作るね。そう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 、今日はたっぷりね染み込ませて。とか、まあ、酸味が強いから砂糖出せないとちょっと合わないの。酸が立っちゃうんで、少し 甘さを足してます。はい、はい、で、こちら出来上がったねレモンシロップにラム加えます。たっぷりでしょ。あの、なぜここでラム入れてるかっていうと、ラム火にかけちゃうとアルコール飛んじゃうでしょ。だからこのタイムで入れてますね。これでラム酒入りのレモンシロップね。あれ、サイロティラミスの時マルサラとかってさ。そうそう、マルサラ使ってた。本家はマルサラ使う。でもマルサラは手に入りにくいからラム使ってますね。で、ね、こちらさっき輪切りにしたレモンにこのラムシロップを入れて漬け込みます。はい、はい、これだけでもね美味しい、おいしい。これで例えばレモネードとか作ったらめっちゃうまい。ああ、ラム酒入ってるけどね、大人のレモネード。大人のレモネード、そう。うまい。これ、あの、今回これ多めに作って、レモンもたくさん作って、うん、こういうの何個作っておくと、うん、1週間ぐらい楽しめる。じゃあ続いてクリーム作っていきますね。はい、ティラミスのクリームです。まず卵黄と卵白を分けたいと思います。卵黄使わないんだっけ。どっちも使う。卵黄どんなに使うの。あ、ね、あ、でも混ぜるのか。そう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 、卵白はほらメレンゲにして泡立てないといけないんだよね、うん、よいしょね。きれい。じゃあ行きましょう。続いてグラニュー糖ね、これ 40g ありますけど、半分卵黄に使います。はい、半分はメレンゲで白身を泡立てるときに使います。まあ、約半分入れてください。そう、ドルチェの動画ってやることは意外に簡単なんだけど、工程がなんか多いから長引くんだよな。そうね、ドルチェは意外に大変だし、これを順番1個間違えると全然違う白物になるからね。いや、本当なんだよ。温度帯がちょっと違うだけで、ゼラチンが固まらないとかね。本当、化学だよ、化学。はい、いいかな。はい、はい、卵黄と砂糖が混ざりました。じゃあここにマスカルポーネを入れていきますね。
よいしょ。イタリアの？これはイタリアのですね。さすがだね。高梨が売ってなかった。さらに混ぜます。本当な、ティラミス考えた人すごいよな。本当だよね。世界中でね、愛されるデザートになってるもんね。ベネト州近くで生まれたティラミスね。そう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 、ベネトで生まれた。いろいろ諸説あるから、そうよね、なんか調べるとね。そう、ティラミスってね、意味わかる？ティラミスって。わかんない。ティラミスっていうのは、私を上に上げてっていう意味なの。ミは私で、スは上なのね、うん、で、ティラーレっていう動詞がティっていうのがあって、ティラミスっていう発音としてはティラミスなので、ティラミス、私を上に上げてっていう、要は元気になるものがいっぱい入ってる。卵、チーズ、そしてお酒、コーヒー。テンション上げてたもん。そう、私を上に元気にさせてっていう意味のあるってさ、面白いよね。ティラミス、ティラミス、正式な発音はティラミス。東北で見てたな。ティラミス。じゃあ混ざりましたね、こちらね、はい、はい、それでは卵白を泡立てていきますね、はい、メレンゲ作ります。角が立つまで卵白を泡立てます。はい、はい。皆さん、今青池さんが言い忘れましたけど、ボールはちゃんと油分を取ってきれいにしてから混ぜてください。でないとメレンゲが泡立ちません。はい、じゃあ、残ったお砂糖を順番に入れていきますね。少しずつ。さあ、どうでしょう。いいね。ああ、いいね。綺麗に角が立ってますね。よかったね、そのボール綺麗で。そうだね。自信をしてダメだよ。怪しかったね。ボール、あ、回してる途中やべえと思った、ね。大体立ったわ。お砂糖を入れてるのでツヤが出てます。あ、そうなの、ね。そう。で、3回に分けて入れてるのは要は砂糖がちゃんと溶けきるようにね。しっかりメレンゲの中にも砂糖を入れて、で、ツヤが綺麗に出てます。はい。ね。じゃあ、このね、先ほどの卵黄のクリームの中にメレンゲを入れて、少しずつ入れてね、混ぜていきます。これがいい音なんだよな。このね、シュワっていうね、うん、いいよね。そうなんです。うん。はい。ね、2回目。綺麗な色。OK です。いいね。いいですね。はい、冷えたシロップです。はい、ね、この冷えたシロップにビスケットを浸して敷いていきますね。はい、はい、じゃあいきましょう。冷えてないとダメだね。そう、これエスプレッソの時と同じです。冷えてないとクリームスッと溶けちゃうからね。じゃあ冷えるのを待ってから立てた方がいいじゃん。先に立てちゃダメだね。やっぱこっち待ちだね。じゃあ正直なんですけども、冷凍庫に入れちゃいました。即冷です。はい、で、このシロップも使うので、これはもうしっかりレモンが漬け込んでるので一旦もう戻しますね。シロップは全部使いますね。いいですか。で、ビスケットクリーム、ビスケットクリームの2段の層にします。じゃあ行きましょうか。はい、はい、これね、浸していきます。なんだっけ、イタリアのビスケットの名前。サボヤルディ。あ、サボヤルディ。うん、まあサボヤルディ見つけたら大変だもんね。サボヤルディはね、ちょっとやっぱ手に入んないと思うね。またカルディでしょ。そう、カルディに売ってるかな。カルディぐらいだったら売ってると思うね。あとはね、なんかこのビスケットじゃなくてカステラで作るとかね。まあまあそうだ、ね、うん、もちろんご自宅でスポンジ焼ける人はスポンジ焼いてもらっても大丈夫。はい、いいですか、はい、十分染み込んだビスケット並べていきますね。はい、マリーって偉大だね、ほんと。ただ普通に食べても美味しいのに、こういうデザートにも使えます。マジでも子供の頃めっちゃ食べたけど。マリー、うん、うん、実は久しぶりに前回のティラミスで食べ、久しぶりにマリー食べた。いや、ほんと、いや、大人になってから食べたことないよね。いや、ないと思う。食べなくなるよね。まあ選択肢が多くなったもんね。あ、そうね。昔はもうマリーかブルボンかみたいな。そうそうそ う, そうね、そんな感じだよね。これブルボン柏崎じゃん。そうだね。ね、新潟だよ ね, ね、うん、だからブルボンばっかだったな。ブルボン多かったな。白いやつもブルボンでしょ。白い、あ、そう、白いコーティングしてるやつね。そうそう、あれうまいんだ。あれうまかった。まああれかマリーか、あと紫のパリパリのやつなんじゃん。ルマンドね。そうそうそ う, そ う, そうルマンド最高だったな。ルマンドね、美味しかったね。すげえおやつだったな。ルマンドあるとすごいテンション上がったもんな。わかるわ。一緒だな。一緒、食べてるもんは一緒ですよ、大体。で、ちょっとシロップをね、流し込んでおきますね。これがちゃんとこのビスケットたちが吸ってくれます、後でね。じゃあこの上にクリームを重ねていきますね。たった数分でしぼんできたね、やっぱね。そうでしょ。うん、そうなんだね。やっぱ直前だよね。そう、そう、そうだね。もうドルチェってそれもあるからね。ちゃんとの勝負。口聞いてるな俺。いや本当そうなんだよ。でもデザートって、ね、ティラミスね、意外にバタバタするっていうね。そう、
そうなんですよ。だから室温も大事でさ、暑いとすぐへたるから。はい、じゃあ、はい、次いきますね。2段目のステーキいきます。さあ、じゃあ次2段目のクリームね。あ、エリーゼ、やっぱエリーゼあるじゃん、ブルボンといえばね。エリーゼあるね。白と黒どっちが好きだよ。ホワイトチョコより黒の方が好きだったでしょ。エリーゼね、エリーゼ。あれ、ホワイトチョコのクリームかチョコレートクリームか、その違いね。そうめっちゃ懐かしいな。あったね。まあ、そう思うとさ、ブルボンで育ってるね。そう、しかもブルボンさ、詰め合わせもあるからさ、たまに詰め合わせていただくとさ、もう争奪戦になるからね。いや確かに、いや、ブルボンで育ってるな。富山だからかな、隣で多かったのかもしれないね。うんね、きっとそうだと思う。さあ、いいですか。はい、いいですね。これを半日冷やして食べましょう。はい、うん、はい、もう半日冷やしましたね。はい、はい、いいですね。冷たく冷えてます。じゃあちょっとね、ラップを取りましょうかね。どんな感じかな。まあ見た目は変わんないですけどね。はい、ね、普通はね、ココアパウダーなんだけど、はい、これはレモンのティラミスなんで、うん、とりわけでレモンを飾りましょう。はい、じゃあいきましょう。トントン、トン、すっごい。じゃあこれね、一人前。よいしょ、綺麗だね。うん、美味しそう。美味しそうだ ね。じゃあここにね、レモン乗せていくよ、うん、はい、こうね。これがまたさ、ラムが効いて美味しいんだ、このレモンが。ミントを飾りますね。やっぱミントですよ ね。はい、やっぱミントだね、はい、うん、そして最後にね、粉糖をかけましょう。このガラスの皿が綺麗です ね。いいよな。はい、出来上がり。うわーい。で、ラムレモネード飲みたいでしょ。飲みたい、飲みたい、ね、これがね、美味しいんだ。炭酸で割りましょうね。初めて飲むな。じゃあここにもね、あれも入れてくれる、ね、入れましょう、せっかくなんでね。すごい素敵じゃん、何これ。はい、じゃあミント散らして一緒にいただきましょう。おー、すごい、はい、素敵。はい、はーい。あー、美味しい。美味しいよね。美味しいね。お酒しっかり効いてるけど大丈夫、うん、美味しい。夏にはいいんじゃないですか、うん、マジで爽やかですね、うん、あ、美味しい。あ、このラムレモネード美味しいね。いや、これも爽やかでしょ。いや、いいね。いいよね。最高だね。不思議なもんでさ、このレモンのティラミスがちょっとこうね、甘さが残るのをこれで流し込むっていうね、うん、さっとね。いや、美味しい。すごい、すごいよね。じゃあ、うちのさ、王道ティラミスも食べてよ。よかった。忘れてました、ちょっと、ね、レモンティラミスが美味しすぎて。美味しすぎて忘れたでしょ。忘れてた。どうぞ、これも食べて。じゃあ、初めていただきます。はい、どうぞどうぞ。本当に美味しいのかな。本当美味しいのかな。楽しみだな。美味しいに決まってるでしょ。お金いただいてんだから。あ、なるほど。はい、美味しいね。年取ってるからだと思うんだけど、ちゃんといいものを使ってるの分かるね。分かるでしょ。もう、いわゆるもう最高級のもので組み合わせたティラミスです。うん、そうね、うん、家庭の味がするね、確かにね。こっちねこっちはさ、まあ、美味しいよ、全然美味しい。そう、こっちはね、だからまあマリーが美味しいって感じね、うん、マリーがちゃんと美味しくて、いや、全然美味しい、うん、ただやっぱりお店の方はレストランのティラミスでしょ、ね、なってます ね、はい。なので、まあお家で作るもよし、うん、でたまにはこういうのね、買っていただくもよしで、いいと思います、はい、ぜひぜひ両方ともいきましょう。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。また青ぞとラットリアのレシピ本パート1パート2好評発売中です。よろしければ Amazon でお買い求めください。